来ました、マリスミゼルが来ました。この人たちは怖いです。あっという間すごい真っ白、綺麗ですね。しかし綺麗ですよね。綺麗、ただなんか暑くないんでしょうかね。あ、暑くないですか。冬着です。冬着だそうです。冬着、冬着、冬のイメージですね。なるほどね。あの実はね、マリスミゼルの皆さんはペットがブームなんだって、で結構皆さんペットを飼われてるということで、はい、ちょっとそれをね、ペットっていうのがね、みんな真っ白なペットらしいんです。そうなの。そんなことはないでも、はい、聞いてみましょうかね。ガットさんが、僕は今猫と犬飼ってます。犬、犬は何ですか。犬はミニチュアダックスフンド。あ、ミニチュアダックスフンド、可愛らしいやつです ね、これ名前聞きたいですよね。あ、名前はなんと、名前はね、ベル・コンスタンティン・チャピって言うんです。はい、もう一回言ってください。ベル・コンスタンティン・チャピって言うんです。じゃあいつも呼ぶときはベル・コンスタンティン・チャピって言って呼んでます。チャピ。はぁ、あの犬は怖がんないですか。僕を、もう帰ったら怯えて待ってるから。帰ったら怯えてね。え、皆さんでも想像つかない、お家でそんな可愛がってると思わないんですね。え、どういう可愛がり方をするんですか、その犬。例えば、例えばじゃあ僕はそのベル・コンスタンティン・チャップちゃんとやりますよ。相手してくださいよ。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃない。一人で犬やって。いや誰でも相手したくないわ。そ, そうですかね。なんか見たかったですけどね。さあということで今日はね、この真っ白なコスチュームで、はい、歌っていただきたいと思います。はい、スタンバイの方よろしくお願いします。でもあのステージがすごく見応えがあるというか、そうですよね、本当にこうサービスステージがありますね。やっぱりしゃべる人が決まってるんですね。決まってますよ。マラさんとかお話しされるんですか。絶対もう姿勢一つ動かせないよ。そうなんです、そこがまたなんか幻想的で ね、はい、いいですよね。さあそれでは、はい、それでは3枚でしょうですね、歌っていただきましょう、はい、マリスミゼルの皆さんです。ルシエル、どうぞ。Thank you.
ありがとうございます。